愛知県扶桑町国道41号線沿いに大きな島ホッケや脂が乗ったサーモンハラスなど美味しい干物がいただけるお店があります。ボリュームがある中でこの値段というのはまあ満足ですよね。近くにこういうとこあるといいなと思います。もともと四日市にあるっていうのは知ってたんですけど、こっちにできたっていうのを聞いて。三重の四日市に本店を構える老舗が先月愛知県に初出店。近場はもちろん遠方からのお客さんも。静岡県の浜松市から。そうですか、はい、今日はですね、長野県。さらに寒くなるこれからの時期にはこんなメニューも人気に。めっちゃ味が染み込んでてうまいです。四日市で人気の干物食堂が愛知に初出店。その一日を覗いてみました。午前6時食堂の朝は干物の陳列から始まります。この白いラインっていうのはこれが要は油なんですよね。なのでこのラインが入ってるやつはさらに油がのと美味しいですよっていう。一番人気は島ホッケ。身が大きく油がのってます。こちらも油がのったサーモンハラスやこの時期はサンマも人気です。およそ15種類の干物が並びますが、これだけの品が揃うのには理由が。会社農家も一括して購入をしてますので、どの魚も全て自社工場での製造になってます。本店は三重県四日市市で80年以上続く干物の専門店。本社でまとめて仕入れることでお値打ちで豊富な品揃えを実現しています。オープンは午前7時。外には開店を待つお客さんの姿が。おはようございます。四日市の本店と同じセルフサービス方式。まずはショーケースに並べられたおよそ15種類のラインナップから食べたいものをカゴに取ってカウンターのスタッフに渡します。もう自分で取って持ってくるっていうスタイルがなんか何すか一番で斬新ですね。渡された干物は焼き台に並べられじっくりと火を通します。簡単なように見えますが、この焼き方にもコツが。身の方からしっかり焼いて、で実際ひっくり返すのは1回だけです。旨味を中に閉じ込めて綺麗に焼き上がるようにしてます。ひっくり返すのは一度だけ。その日の天気など条件に合わせそのタイミングも変えているという職人技なんです。ちなみにほとんどのお客さんは干物にプラス350円でご飯、味噌汁、小鉢がつく定食にするんだそう。一宮から朝一番にやってきたというこちらの男性は。いや、まあ前回来て、美味しかったんでまた来ようと思いました。僕はもう早起きなんでありがたいですね、7時からだと、はい。朝はトラックのドライバーなど仕事をしている人が中心ですが、中にはこんなお客さんも。岐阜県各務原市から来たという家族。もともと四日市にあるっていうのは知ってたんですけど、こっちにできたっていうのを聞いて今日初めてやってきました。前から気になっていたというお父さん、味はいかがですか？脂乗っててすごい美味しいです、お子さんからも。
美味しいのサインが。また夫婦でお店に来ていた女性からは、家で朝焼けないから焼くの大変だから嬉しいです。確かに干物って焼くのが手間ですよね。ここならお店に来てすぐに食べられます。ちなみにこの時期気になるのが値上げ。干物食堂では会社の方がまあその旬のものをまあ1年間あのまとめてその仕入れをしてますもので、なんとか今のところはできやらずになんとか耐えるようになってます。なかなかねこの立派なサイズの干物をスーパーとかではもう今買えなくなってるので、いつまでかはわからないそうですが、当面値段は据え置き。これはありがたいことです。お昼になりました。ランチ時を迎え、お客さんがさらに増えてきます。今日はどちらからでしたか？名古屋。四日市、何度か行ったことあるんですけど、比較的近いところにできたんで、来ようと思って、これまでは名古屋から四日市の店へ通っていたというご家族。今回の愛知出店を知り、早速お店に来たそうで。美味しい。なんだろう、焼き方ですかね。なんだろう、何がいいのかな。ボリュームのがある中でこの値段というのはまあ満足ですよね。犬山から来たというこちらの家族も。四日市に行かなきゃいけないねって言ってたんですよ。行かないと食べれないねって言ったんですけど、ここの近くで食べれたんで、あ、よかったなと思って、はい。またテーブルの調味料が気に入ったというお客さんも。このタレが初めて食べたけど美味しいです。醤油よりはなんかこう辛くないっていうか。こちらは三重県の醤油メーカーと共同で作ったオリジナルの旨だれ。白醤油の上品な風味が焼きたての干物の味にぴったり合うんだとか。ランチタイムを過ぎるとお出かけのついでに立ち寄る人が増えてきます。今日ってどちらからですか？今日はですね、長野県。どっか用事か何か？そうですね、ちょっとまた、連れと出かけながら、はい。テイクアウトの利用も。春日井から来たという男性は、このお店は来るのは、3回目です。テイクアウトばかり。飲むかな。ああこれでお家でゆっくり。持ち帰りは干物1枚につき50円引き。夕食やお土産に買っていく人が夕方に向け増えてくるんだそうです。そして干物食堂の隠れた人気メニューがこちら。そう、おでんです。1本130円でこんにゃくや卵など8種類。四日市ではトラックドライバーに人気なんですが、こちらの扶桑店ではなぜか子供たちや若者に好評。食後のおでんって一番落ち着く感じです。めっちゃ味が染み込んでてうまいです。午後6時、すっかり日も暮れました。この時間になると今度は晩御飯のお客さんで再び混雑してきます。地元の扶桑町から初めて来たという女性客は、だから嬉しいね。四日市で人気の干物食堂、愛知初出店の滑り出しは好調なようです。手応えは十分すぎるぐらい感じてます。まあ、これからも地域密着で皆様に愛されるように、なんとか継続して頑張っていきます。